闘技場。闘技場なんかもらえるのかな。やってみますか。闘技場。なんかあれかね、勝つに従って景品かなんかもらえるのかな。音楽は全然変わんないんだ。何ももらえねえな。何も何もねえのかい。なんかほらね、ちょっとなんかくれよ。ただ本当に腕試しって感じなのか。あ、ここがあれなのね。ここが男爵の館なの。自分あれなんで、ね、意外とちっちゃい家に住んでるんだよね。やべ、みんな下に。随分質素な男爵邸ですね。本当だよ。結構レベル簡単に上がらない？だってほらもう上がるよレベル。なんかあれなのかね、もしかしてレベルが200とかなんのかね。だってもう上がるよレベル。昔のゲームでよくあるんだよ、レベル255と か、 だかそういうことなのかね。なんかてっきりさ、レベル30か4、昔のゲームでだいたい30とか40でクリアできるじゃん。下手するとクリアレベルが120とか150とかなんのかね。それまだ序盤だよ。まだ1時間ぐらいしかやってないからね。これもともとパソコンゲームなんで、そう、結局ほらタムリンとなんだっけ、アトルシャンしかレベル上がんないから、なんだっけ、序盤でガンガンレベル上げてもあんま意味ないんだよね。結局は仲間が弱いからね。これどっちだ。あ、宝箱ある。ハイポーション。こっちはなんかあんの。なんもねえの。だからなんか序盤でガンガンレベル上げても結局味方が弱いから、あまり意味はないってやつ。だから一番いいのはほどほどにレベル上げて進んで、またほどほどに上げてっていうのが一番いいんじゃないのかな。レベル上げていく。
あ、ここ、あ、セーブしとかない。あ、違うわ、てっきりボスかなと思った。あのね、マップ、あ、マップの形状的に。あ、今のところはボスかな。出会え出会え流行ってるね、クセモノだ、出会え出会え。あの昔の時代劇でのセリフですね。今時代劇なんて減っちゃったもんね。昔はね、あの毎週のようにね、いくつも時代劇あったんだけどね。今の時代では時代劇難しいのかね。あの結局ほら、あの制作費かかるからね、時代劇は。どうしてだからあれじゃね、今多分一番見てるのは水戸黄門の再放送とかじゃね。大学内ですね。そうね、つけさん、かくさん、ね、もういいでしょう。ちなみに C2 ではスケさんカクさんはあんな強くないから、本当に研究員みたいなもんだった。あーでもわかんないな、もしかしたらなんだっけね、あのゴローコーと一緒にいたから簡単な武術ぐらいは。あ、なんだこれ、イベント。これは諸国漫遊自体してないですからね。そう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 、ミッション和骨です。はい、こんばんはです。どれ、わしに見せてみなさい。おー、なるほどの、うん、それで、いやー面白い。それを言い出すと将軍は暴れん坊ではない。どういうことなんですか。でも暴れてるじゃん、ちゃうんですよ。サウナと暴れるじゃん。アナログ放送の水戸黄門が見たいようですし、フラワルドが魔軍に送ろうとしておったミッションじゃ。なんだってです。つまり男爵は魔軍にミッションを送っていたところですね。内通者。もうやろう。やはり魔軍に内通してやがったのか。見られてしまったか。フラワルド、貴様。俺覚えてるか。明日発売のゴースト・オブ・ツシマが時代劇のような演出できるらしいですね。エルバートのため貴様を撃つ。なめるなよ、お前たち全員私の剣のサビにしてくれる。今見とこうもんは武田鉄矢なんですね。そうだ、男らしいよね。逃げない、あの部下に任せるんじゃなくて自分の刀で決着をつけると男らしいよ。で、普通は部下に任せて逃げたりすると思うんだけどね。しかもインファイターだし、男爵様インファイターなのがいい。男爵様全然強くねえんだけど。あ、でも攻撃回数が多いのか男爵様。男爵さんもう赤くなってる。攻撃回数多いのか男爵。弱くはねえな、タムリンやべえもんね。合わせた合わせた。あ、レベルアップ。やりましたねバルソム。男爵様がなんだっけ、もう働きたくないでござるの、あ、なんだっけ、あの、いや、なんでもない。あの東方の例のキャラクターみたいな格好になってるな。ありがとうみんな、これで汚名を晴らすことができた。このミッションが動かぬ証拠、早速にも王にご報告申し上げ。本当貴様ら、城下でこのようなことが許されると思っているのか。全員引っ捕らえろ。待たれよ。なんだ貴様は。本当になんだ貴様は。で、我が名はバギ、エルバードの兵士であれば知らぬはずはあるまい。バギン殿、
一体これは。なんだ君はってか。本当だね。詳細は王に会って直々にお話しする。依存はあるまい。しかし男爵が魔軍の密偵であった証拠をお見せするのだ。王宮へ案内していただこうか。はい、かしこまりました。この度のこと、そちたちに苦しい思いをさせてしまい、すまぬことをした。今の天下の副将軍って言い出す流れかと。本当だね、そちの忠義の心、余は嬉しく思うぞ。もったいないお言葉、バルソム、痛み入ります。そこで一つ頼みがあるのだが、聞いてはくれまいか。王の願いを断る輩がこのエルバードにいましょうや。されば、近衛隊長として城にとどまり、世の警護を願いたい。おお、いい、あれですね、流れですね。はっ、ありがたき幸せ、この一命に変えましても。よろしく頼むぞ。さてバギン、これからのことについてじゃが。父上、それについて意見申し上げたい。これは井上和彦さんかな。いい声ですね。おお、ハスランか。なんだ、申してみよ。いちいち声優が豪華、笑い。マウントの戦況、ここに至ってはもはや戦線を回復することは不可能。てかさ、ぶっちゃけてるけどさ、これ普通にさ、なんかめっちゃ声優さんが豪華すぎてさ、見てるだけでさ、なんか楽しいんだけど。なんか普通に俺もプレイしてるんだけど、なんかこうドラマを、ほら簡単に言うとさ、豪華な声優陣ね、今で本当にベテランとか、もうベテランどころか大御所だらけじゃん。見てるだけでなんかすげえなんか俺なんか黙っちゃってんのはさ、なんかすげえなんかやっぱ見てて、なんだろう、世代だからがね、私的には。だからなんか見ててさ、なんかああすげえなーってそんな感じだったね。そこで提案があるのですが、魔王討伐隊を編成し敵前線の後方へ送り込むのはどうでしょう。それは余も考えておったこと。しかし現状においてはそのための人選がままならぬ。私にファルナとそこの3名をつけてください。なんとソチ自らがこの危険な任に就くと申すのか。よく言った、出陣を許す。息子よ、存分に戦ってまいれ。あの王子様は前線に出ないとね。普通はこんな少人数で行ったら大変なことになるんだけどね。かわいいお嬢さん、よろしくな。もうハスラムったら。タムリン、この人には気をつけるのよ。これはトーマユミさんですね。セシリーとか、あとはウルズですね。アーメガミ様の。ハスラムはとんでもない女たらしなんだから。そりゃないだろう、ファルナ。くれぐれも気をつけてな。分かっております、任せておいてください父上。では佐渡の砦へ行き、佐渡騎士隊長と今後の作戦を練ってくれ。さっきの町の入り口あったところですね。佐渡の部隊は唯一残された王国軍の精鋭、失敗は許されんぞ。はい、それでは失礼いたします。あ、これで5人パーティーかな。これで5人パーティーになりましたね。
とあれかパーティーのあれか配列か、あ順番はこんなもん、あこれか攻撃体制か、アトルシャンハムリン後ろでいいで、ハスラムも、ハスラム HP すげえな200万だよ、ハスラム前に出して、バギンも後ろ、パルナも HP 結構多いんで前に出す、あこれ結構前、あこれ結構前、あ前に出した方がいいよね、あのほら移動、ほら移動キャラクターだし、魔導士系はねあの後ろにいていいと思います。待って装備はどうなってるの、アスラムはああ一応あれですね、いやお前ロングソードお前ロングソードも持ってねえのかよ、オープン盾持ってねえおいつがさ王子様だったらさあのなんだっけお金ぐらいさねえあの王子様だったらさお金ぐらいさあのなんだっけいやごめん、どっかの王子様もね50ギルぐらいであの魔王を倒してこいって言われちゃったからね、仕方がない ね600ってことはロングソードは買えるのか、あ国から支給ぐらいあったのね、本当だよちょっとぐらい支給してもさ罰は当たんねえと思うよ、本当今後比較でない王様ですね王子といえどもここは自由にできないのか、そう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 ねえ、だってまさかの王子様がこん棒だからね、革の服とこん棒だからねあなんだもらえるじゃん、ちゃんともらえました、ね、あなんだあるじゃんロングソードもなんだちゃんとあるじゃねえかよ、ね、はいこれであれですね、ロングソードはあのハスラムですね、くれてもどうの剣わら、ヒノキの棒で送り出される勇者わら、あれあ決定落ちなかった、ヒノキこれであれです、ハスラムのロングソードが完成しますで戦った勇者も普通に考えてさあの昔はさ RPG だから仕方がないと思うけどさ普通に考えるとさちょっとおかしいよね、普通に考えるとまあほらゲームだから仕方がないと思うんだけど、道沿いに歩いてあ北斗ですね、普通に考えるとちょっとおかしいよね、あの王様とか王子様がさそんな装備で大丈夫か状態だからね、ほんと他に何かアイテムね、マップ、あ、ぐるっと上ですね、上がさっきのあのマップ、今はガチャでスア装備でいけますね1は小説の設定考えると仕方ないとは思うけど2は言い訳の余地ないですからね、そう初期装備がオリハルコンとかミスリル製でもおかしくないのに、本当だね、王子様だからね、確か、仲間の一人が、盾持ってなかった盾ぐらい装備させるか、まずない、これ何バックラーだね、えファルナバックラー装備できねえの、ファルナはなんと盾が装備できませんね、マジか、頭は装備できんのにヘルム装備できんのにバックラーミスリルを装備すると盗賊に、あレザーもダメなんだ、ここきついな、じゃあまあこれで、あ宿屋だけ泊まりますか、宿あこれいいんだね、ここだ、誰だいびきなんかしてんのは、これもしかしてあれなのかね、あの男女みんな一緒の、いやなんでも
これね、あの一緒の部屋にみんな寝てんのかな。ダブル。みんな健全な男女ですからね。みんな健全な男女だから、ね。じゃあサナのとこ行きましょう。指揮下にいる3機の1人パラゴ。ああその次はザーマの取りに行くんだ。むしろ生物としては健全では。確かに立ち入り禁止なんだ。砦を攻略したら森を抜けて南西にある。ああなるほど。ドラゴンクエスト1みたいにメッセージ変わったりして。それはそれで、あのみんなであれだよね、あのみんな苦笑いのつもり。あ、作戦会議ですね。アスラム殿下、お待ちしておりましたぞ。状況を報告してくれ。はっ。現在ザーマの砦にいたオストラコンの主力部隊は南下を始めております。これあれかな、島本さんかな、これ島本、違うな、あれあれなんだっけ、あれ島本さんじゃなくて、あれあのなんだっけ、あの白子とか、そう、ボーイの町周辺のレジスタンスを鎮圧する目的のようです。島田さん、なめられたもんだな。王国の騎士団よりもレジスタンスの民兵に主力を回すとは。それでザーマの砦に残っている敵の部隊は。はい、オストラコン指揮下、魔闘機パラゴの部隊のみのようです。殿下、反撃する千載一遇の機会ですぞ。よし、作戦は任せる。ザーマの砦攻略の突破口を開いてくれ。承知いたしました。それでは、先陣を切らせていただきます。俺たちが到着するまで無理はするなよ。魔闘機パラゴの本体への攻撃は、かなりの被害が予想されるからな。ここはドゴスギアの環境か何かで。さあ本当だよ、俺たちも行くぞ。アトリさん、これであれかな、宝箱もらえるのかな。もらえねえのかい。もらえねえのかい。アイテムぐらいよこせよ本当にね。砦で攻めに行くのにさ、ねえ、なんか戦いは強いるくせに何の手助けもしないというね。まさかの王子様がね、あの前線殴り込みだからね。こっから、北東にあるらしいですね。あれかね、もしかして前払いするとバックれる可能性があるから。ああ見えましたね、あのほらもう道路沿いですね。いやいや、あの王子様がいるから一緒にね。あ、なんかタムリンがとんでもない魔法使ったんだ。王子様強えな、王子様めっちゃ強いじゃん。閉じ込められちゃったんだ。あれですね、なんだっけ名前の忘れてた、あの門を破るときに使うやつ、名前なんつうっけ、これよくあの昔のね、あの終戦のやつ出てくるやつですね。門を破るやつ、なんつうっけこれ、カタパルトじゃなくてなんだっけ、結局ね、あ、そう、破壊土、土、マルタは持ったからですね。マルタは持ったから。
ナルタは最強、ね、古事記にも書いてあったの、ね、川ね、流れる川に丸太を流してさ、相手にぶつけた、そう、波状槌、そう、ここは彼岸島だった、本当だねてか、舞台全滅してんだけど、あー、連れて行かれる、あ、連れて行かれる出荷される方、連れて行かれちゃった、あれかな、あの、ひどい目にあっちゃうのかな、あれかな、ひどい目にあっちゃうのかな、ね、あそこで、豚は出荷用、明らかに王子様の方が強いんだけどね、明らかに王子様、あの、なんか普通の兵士よりも王子様の方が強いんだけど、どういうことやねん、本当にね、えそんなしょぼん、戻りました、はい、おかえりなさい、どな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 、レベル上がるな。本当にクリアレベルあれじゃない、100とかになるんじゃない。クリ、ね、クリアレベル。あ、力王の鍵ですね。じゃ力王にまず行けってことですね。あ、ダンジョンの方でマップも見れるのか。便利ですね。ダンジョンのマップもあって見れるんです。仲間が増える。本当に敵めっちゃ多いよ、一回に出てくる敵の量がすごいよ、後ろのジジイが何もやらねえんだけど後ろのおじい様がさ、あの、あ、これか、チカロ、つかおじいちゃん、なんか、あの、攻撃してよ、おじいちゃんね、回復でもいいおじいちゃん、もう一等戦なら関係ない模様、あ、これであれです、あ、これで仲間を救出してけってこと、っていうか何ももらえねえ、なんかポーションぐらいくれてもいい気がする、あ、そっか、囚われてるからポーションも持ってねえってこと、タムリンめっちゃ強いな、全体これタムリン毎回全、タムリン毎回全回全体魔法使えば強いのにね、だからゲームバランス崩れちゃうMP の概念がないんで、あのタムリンが毎回毎回さ、なんだっけ、全体攻撃魔法打ちまくってたらねえ、あの、分かりやすく言うと、ほら、なんだっけ、消費なしのイオナズンばっか打ってたらどうなるかって話だからね、めっちゃすげえな、あいつのフライングアローの行動力がすげえな。